魔と妖精の戯れも俺にて襲撃。どれどれ、少し遊んでやろうか。三代目フェアリーテイル、チェ振るがよい。マカロフの子らよ。こいつがジジイの仇か、夏。落さぜ。おやつ、マカロフの血族か。俺は初代の墓参りに来たつもりだったのに、こいつは驚いた。二代目さんがおられるとは。せっかくだ、墓を作って拝んでやるとするか。でからよ。レイジングボルト。雷を食べた。ラクサス、自分の魔力を夏に。ギルドの受けた痛みはギルドが返せ。100倍でな。雷炎に100倍返しだ。
俺たちのギルドを傷つけやがって。お前は消えろ。俺に任せろ。メスリーオーディガイスレンバクライ。頼んだ。雷炎竜の王冠。これで終わったらもう完全に魔力がねえや。私がここまでやられたのは何十年ぶりかのう。このまま片付けてやるのはたやすいことだが、楽しませてもらった礼をせねばな。そんな。あの攻撃が効かなかっただと。悪魔の目開眼。近くに仲間がいるじゃねえか。俺たちは自分の弱さを知ったんだ。だったら次はどうする。強くなれ。立ち向かうんだ。一人じゃ怖くてどうしようもないかもしれねえけど、俺たちはこんなに近くにいる。今は恐れることはねえ。俺たちは一人じゃねえんだ。待つ。仲間がいれば恐怖はない。私たちは最後まで諦めんぞ。それがフェアリーテイル。行くぞ。フン。ヤマホーネメシス。アマテラス百式。まだまだ。カッソ、行くぞ。エンタグリルソード。頑張ります。天竜の直撃。やってやる。カリューのゴール。ここからだ。アイスメイク、アイスブリンガー。これからよ。開け！また地球の扉、カプリコン！はーい。
が、この私がマカロフに負けるというのか。勝つのは俺たちだ。いいな。窓を進む者の頂にたどり着く島では悪魔は眠らない。行け、フェアリーテイラー。滅利王子スカイジュレンバクライジン。これが俺たちのギルドだ。終わったな。ああ、私たち勝ったんですね。みんなよくやってくれた。じいちゃん、それにみんな。なぜ闇に落ちた。言ったはずだ、魔法とは本来闇。闇の中で生まれた奇跡を魔法と呼ぶようになった。ギルドを引退した私は魔の道を深く探ることでこの世界の断りを見つけたかった。あと少し、あと少しだった。一なる魔法にたどり着くまで。そんなものを見つけても何も変わらんよ。魔法が本来闇だというならそれでよい。光というならそれもよし。魔法は生きておる。それは時代とともに役割を変え、わしらとともに成長する。フェアリーテイルは自由とともに生きていく。全部あなたから学んだことじゃ。次はどこ行くかな。